男は怖いもの、恐れるべきもの。すみません、先生。サザンカと朝顔よ、いなくなっちゃったんだって。よりによって今晩とは。葵組の夜間授業がある。葵組だって。山の向こうの汚らわしい男どもでしょ。男を甘く見るな。奴らは力が強く、残虐性も高い。茜組、くのいち椿、必ずやサザンカ、朝顔の二人を連れて帰ります。一つ、無断で勝手な行動を取るべからず。男を倒したら姉様に褒めてもらえると思って。ねえ、よかったの、椿ちゃん騙して。きっと男ですよ姉様。最近男のことを知りたいという思いが胸の中で大きく。誰かいるのか。何でしょうこの胸の高鳴りは。光るのはハイライ、サルハンに任せて。ねえ椿、またうちのハントをやってくれないかな。うちとやろうよ椿。勝てるわよ。私天才だもん。喧嘩は見にくいね。お前たち最近男をバカにしすぎだ。男を見たらまず逃げる。転入生はどんな子なんですか。もしかして男だったりして。あ、僕男ってね。男、いろいろダメなんだね男って。男、見たかったな男。テレビアニメくのいち椿の胸の内、2022年4月放送開始です。